お疲れ様です。ラットです。今回もね、クラッシュライブやっていきたいんですけど、今日はですね、こちらのミラーディガポイをですね、使っていきたいなと思います。ってことで、これね、まさかのこれのデッキで展開にね、行った方がいまして、なんでこのデッキで展開行けます。実際ね、海外の上手いね、プロプレイヤーの、方がね、行っていまして、今日はね、このデッキを使っていきたいんですけど、今日はね、ちょっと、マルチはいいかなって、マルチ、まあ微妙に頑張ってて、今期ね。さすがにこのデッキで、マルチはね、ヤンキーすぎるんじゃねってことで、今日はね、まあグラチャでね、ちょっと甘えたいなと思います。はい、というわけで、ね、空がね、結構ビビドラだけにはなるんですけども、ミラーがあるんでね、そこで、対空に対してはね、うまく立ち回ってね、いかないといけないっていうのがありますね。はい、なんで、基本的にはね、オーブン置きつつやっていきます。で、オーブンをミラーか、基本的にはビビドラミラーかな、その2択になると思います。まあ、状況によっては、ウッドミラーだったりね、なんか、ポイズンミラーはでもあんましないですね。さすがに結構ユニットをミラーしていきたいところではありますね。よいしょ。これはビビドラを回したいですね。なんか基本的に、なんだろうな、うわぁ、やば。めっちゃなんか両サイ振ってきますね、この人。基本的にね、もうベビードラをミラーすることだけ考えておいてもらいたいですね。よいしょ。OK。OKOKOK。いい。これでキング起動して、もうこれだって勝ちですよね。これでリゴエでエリアドもらえるでしょ ?OK。で、右攻めようと思ったんですけど、左側にベビードラいたんで、左側にディガーをつなげます。で、このベビでオープン壊されるの嫌なんで、よいしょ。バルキリーで、竹取ってね、オーブンを延命させます。よし、あはは、優秀か、ベビドラ、相手の。で、まあ、基本的にオーブンミラーしてね、オーブンをこの前と、あとは後ろにですね、置いていきたいですね。なんで、次、ここでウッド回して、まあ、オーブン置いて、オーブン置いて、おお、優秀かってだから。こうウッドで流しつつ、ライドラ、まあ、相手のデッキもね、なんかあんま、見ない感じのデッキですね。エリゴレに、まあ、エリゴレドラドラ、ネクロ。まあ、デッキが強い系統ですね。エリゴレが多いですね。よいしょ。で、これは、ちょっと待ってから、OK。エリゴレにね、ちょっと殴られないように、タワーが受けちゃったんですけど。はい、いや、これね、結構渋いですね。普通になんか負けそうなんですけど。このオーブンを残したい。で、相手のダクネとか、そう、こういうのに対して、スパーキーダクネとかに対して、ベビドラミラーをね、したいんですよね、こっちとしたら。私、ベビドラがやっぱ相手一番きついと思うので、あとこう、ベビドラトルネで、ポイズンの中に長時間いさせることで、相手のユニットをね、処理していきます。あ、待って、痛い。いや、でもこれ勝てそうですね。ここで、まあ、ライドラとか来んのかな。ライドラ来たらポイズンしたいけど、ライドラ多分来るでしょう。この辺に。はい、来ました。で、これに対してディガー飛ばして、ポイズンドラドラで処理していくと。よいしょ。OK。いや、結構いいよ。結構いい。で、オーブンは、まあ、置いてもいいか。オーブン置いて、もう一回ね、ベビードラをね、2体出したいですね。相手多分、本当にこのベビードラがきついんですよ、一番。はい。で、相手は、まあ、このドラドラに対して、ライドラとかでしかやっぱ勝てない。相手のね、ベビードラをこう、ポイズンで、処理することによって僕のベビドラが勝つと。よいしょ。大体は棒ポイね、使ったので、無限ループですね。というわけで、もうこれはもう僕の勝ちサイクルに入っちゃってますね。なんで、このライドラに対してまたポイズン打って、ドラドラ対決をね、制するように。よいしょ。これですね。こうすることによって、僕のね、ドラドラが生き残ります。あ、でもそのエリゴレはちょっといいエリゴレですね。まあ、なんですけども、オーブン置いて、これちょっとやばい。ちょっとやばいかも。ちょっとやばいかも。オーブン置いて、オーブンまあ殴られて、危ない。危ない。スパーキー一発入ったらね、ちょっとワンチャン持っていかれるんで、防いでと。あ、もう勝ちましたね、これ。これなんで、あともう、ディガー適当に2体飛ばして、ポイズン打って、終わりかな。トリゾンで引っ張られるかも。危ない。一旦引っ張られるけど、もう一体入るんで、ね、勝ったかなーって感じですね。これ落ちないと、まあ、ウッドが回るんで。
はい。というわけで、まあ、エリゴレ系のデッキにもまあ勝てますし、なんだかな。何がきついんだろう。まあ、インドラとかですかね。インドラ系がちょっときつそうですけど。はい。といったところで、まあ、オーブンミラーしつつ、ビビドラミラーを意識ですね。それ以外はあんまミラー使わなくていいかな。はい。というわけで、最近ですね、新しい漫画にハマりましてですね、それを皆さんにもぜひね、やっぱ読んでもらいたいというか、僕漫画めっちゃ好きなんですよ。漫画皆さん読みますかね。まあ、アニメなのかな、最近はどうなんだろう。結構僕はアニメを見てた時もあったんですけども、今はもうなんか時代は漫画なのか知んないんですけど、漫画めちゃくちゃ好きで、今韓国いるから漫画を買いに行ったりとか、漫喫にね、漫画喫茶に行ったりしたことできないんですけど、その東京いる時とかね、よく漫喫行ってたんですけど、漫喫めっちゃいいですよ。これ行ったことないじゃあね、ぜひね、一回行ってみてほしいですね。人生っていうか世界変わりますね。3時間パックとかかな。なんか満喫ってもともと飲み放題がついてるんで、3時間で、僕のところは安かったんで、3時間で、500円とか。これ本当に3時間500円で、まあ、席がね、ちょっとオープン席みたいなところだったんですけど、一番安くて、3時間500円で、ジュース飲み放題で、まあ、コーンスープとかそういうスープ系もあって、コーラとかそういうジュースもあって、漫画読み放題っていうのがねあったんですけど、もうすごいっすよ。まあ、一人の空間が全然嫌いじゃない人とか、まあ、漫画好きな人にとってはもうね、最高の場所だと思うんですけど、これちょっとね、待って、やばい、負けそうなんだけど、漫画喫茶は最高ですというわけで、最近ハマってる漫画がダイナーっていうね漫画なんですけど、ちょっと待って、そんな話してると負ける。やばい。え？いて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 。これね、ちょっと事件ですね。ダイナーっていう漫画があるんですけど、この漫画はですね、まあ、殺し屋のね、話になるんで、ちょっとね、過激的なね、部分が意外とあるんですけど、まあ、そういうね、過激的なのが苦手なんじゃないかね、ぜひもう見ていただきたいんですけど、殺し屋がレストランをやってるんですよ、レストラン。結構こう聞くとちょっとね、おお、なんか面白そうってなるか、結構ね、まともな話に聞こえるかもしれないんですけど、殺し屋がレストランをやってて、そのレストランには殺し屋しか来ないっていうね、いう、まあ、お話なんですけども、これがまたね、くっそ面白いマジで。まあ、何があるかとかあんま言えないですけどね、ぜひね、本当に見ていただきたいですね。漫画は韓国いて、まあ、漫画読むぐらいしかできないんですよね、本当に。まあ、携帯のとかですけど、韓国いるとね、何もできないんで、そうなっちゃうんですけど、ぜひね、見ていただきたいと言ってるところで、やばい、これ負けちゃいましたね、ちょっと。スパーキーか？スパーキーはね、ドラドラで基本的に処理したいんですけど、前半でね、スパーキーいっぱい出されると、ちょっとね、きつかったですね。あと、バリキリーを、悠長にね、咲きすぎたかもしれないですね。はい、というところで、漫画ね、漫画しか今頭にないかも。漫画、マジめっちゃ好きなんですよ。本当に、しかも結構過激的なのが僕は好きなんで、そういうのが好きな人もいれば、いやー、うち無理だっていう人も、まあ、いると思うんですけどね。ぜひね。たまたまね、見かけたらね、見てみてください。ダイナーっていう漫画ですね。ぜひ。はい。というわけで、さすがにね、さっき負けたんでね、今回は勝ちたいですけども、あはー、待って。ディガンを、普通に後ろにやったら緊急動されたな。アイスイズ取るね。まあ、アイスイズ入ってるデッキ、基本的にやっぱトルネードが入っているので、アイスイズ見た瞬間にあそこの位置のディガーはね、良くなかったかもしんないですね、と。いうわけで、アイズトルネ、バルキリー、まあ、ロイジェイカスケラかなーといったところですけども。けども、ロイジェイ、まあ、スケラかなー、タルババ。ベビースケラ、アイスイズバルキリー、ベビースケラだと思うんですけど、まあ、ポイズン打ったので、オーブン置いていきます。はい。よいしょ。で、端前。はいはい。ポイスケラ来たら棒プレイできますね。これベビーで受けて。よいしょ。あ。あ、優秀。
ヘビで受けて、これはまあいっか。アイウィズで受けられ、あどうしようかな。まあ、ディガーを飛ばしたいですけど、キング起動されちゃったので、ちょっと辛いのと、ここでワンチャンスケラ打たれる、うん、打たれましたね。これは、まあ、トレネで一回後ろ下げようかな。で、この、まあ、スケラのダメージ入んないんでね、こういうアイスウィズとかバルキリーのダメージをできるだけ抑えていきたいですね。こっちとら。はい。で、今、バルキリー咲いて、相手は陸受けがないと思うんですよ。はいはいはい。さあ、で、ここでディガーでしっかり削っていきます。よいしょ。で、オーブンを置くかどうかが悩みますね。オーブンを置いてもポイズン打たれるだけって考えるとね、なかなか置けないのと、あと相手が、対空が、ベビドラ。これ端まで止めると結構楽に防衛できます。あの、対空がアイスイズベビなんで、言ったら2体こっちがベビドラ出すと、これに対して勝てないんですよね。結局、2体のベビドラ最強ってことで、よいしょ。で、これトレネでもまとめて、3体いるわ。3体ビードラがいるんだけど、3体で攻めるけど、言うてですね、なんか。まあまあまあ。で、一回落ち着いて、まあ、ポイズン打たれるから打たれたら打たれたでいいんですけども。はい、バルキリーで、これはほぼ完封できそうですね。で、ディガー飛ばしの、これウッドでアイスウィズ処理できます。はい。で、オーブン置いて、いや、置いていいな。オーブン置いて、ワンチャンここにまとめて、このベビドラのこの範囲のね、ダメージも稼いできたかったけど、ちょっとやばいかも。あ、これボーポイすればいいよ。ボーポイして、ベビで受けて、いやー、ちょっと待って。なんで苦戦するって感じですけど、まあ言うて、これ繰り返しですね。これ繰り返しとけば、こっちの方がディガーで削れると思うんですけども、はい。ディガープラスと、で、これもまたボーポイするでしょ？スケラ来て、スケラ来なかったらもう勝ちでしたね。これ最後になったらディガーに周したいですね。で、この辺で一回挟んでもいいですね。一回挟んで、これビビドランがね、これ範囲攻撃で、よいしょ！たまにゴリ押し。オッケー。勝ちましたね、これ。あれ？待って。勝ってないかも。まだ勝ってないか。やばい。ちょっとやばいかも。待って、これ。お願い。おい、ここで負けるのはやばい。ウッドで耐えて。あとは運。これもう運ですから、これ。これスケラーがね、入るか入んないかね、運なんで、マジで。これは、まあ僕のね、運が良かったと。いうことで。これポイズン2個打ってるんでね、落ちました。危ないですけども、結構ね、あの、オーブンミラーしつつ、ベビドラミラーですね。多分それ以外ミラー何もしてなかったかな。あ、最後のディガーぐらいですね。まあ、困ったらウッドミラーとかも、まあ、やりますけど、基本的に、オーブン無限ミラーしつつ、ベビドラミラーしてね、あの、空のね、あの、空でね、こっちが勝つように。あの、相手の陸に対してやっぱ空から一方的に攻撃できればね、その有利になれるんでね、ぜひベビドラ2体出して、立ち回ることを意識にね、してもらえればいいかなと思います。というわけで、今日はねちょっとマルチやらずミラーでちょっと遊んだっていう感じなんですけども、このデッキでね展開いってる方もいるんでぜひお使いください。というわけで、まあ、今期ねちょっとマルチ頑張ってますけども、よいしょ。今まあロカラン5位で、一応ねもう一個僕のサバコも11位いるんで、これねロカラン1、2とかできたらね、まあめっちゃいいと思うんですけど、まあむずいですね。はい、頑張ります。というわけで、リーグね、明日ですね、明日からまた、ラストリーグ負けたら終わりのね、まあ危機的な状況なんですけど、まあ頑張りたいと思いますね。ぜひ、応援ね、よろしくお願いします。というわけで、よければね、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、